松野幸康10月13日から2006年5月22日は、日本の政治家。岐阜県知事、自由民主党衆議院議員。孫は、自民党衆議院議員の田中康文。妻は43年間穂積村、町長を務めた松野友。子に、元岐阜県議会議員、松野幸明と前、水市長の松野幸信がいる。岐阜県元須郡穂積村出身。 名古屋育英商業学校卒業、岐阜県農業講習所入所。その後、閉域を経て、家業の農業に従事した後、1933年9月、松野メリアスを創業。穂住村議会議員、岐阜県議会議員、岐阜県議会議長を経て、1958年10月、岐阜県知事選に出馬し初当選。 1966年まで2期8年務め、伊勢湾台風を教訓とした地産、地水等の安全な県土づくりのほか、道路知事とも呼ばれるほど道路整備等の産業、生活基盤の整備に重点を置いた県政発展の基盤づくりを進めて、町も村も豊かな岐阜県を目指した長期ビジョンを策定したほか、岐阜県庁舎の移転等を実現した。後に、国政へ転じ。 1967年1月、衆議院議員選挙に、旧義フ一ックから出馬し初当選、連続当選8回。時期は不明だが、任期中、田中派に入会。1981年11月から、翌年の11月まで、鈴木善光内閣の国土庁長官や、北海道開発庁長官を務め、中部国際空港の整備推進に尽力した。 1987年7月、竹下のボールを会長とする、形成会が結成され、田中派が竹下派、二階堂グループ、中立系に3分裂した際は残留し、二階堂グループに所属した。1989年、君一等局実大受賞受賞。1990年の総選挙には出馬せず、正解を引退。1996年、 岐阜県名予県民の称号を授与される。晩年は入院治療を受けていたが、2006年5月22日午後10時49分、岐阜市内の病院で死去。97歳を打つ。死後、13日に除された。ありがとうございます。